今日何するんですか？今日は、はい、圧力鍋を買ったので、はい、ちょっとまだやってない料理をやってみようかなと思って。うーん、これすごいいっぱい載ってるんですよ、レシピが。あ、そっか。そう、でもまだ簡単なのしかやってないので、今日ちょっと難しいのやってみようかなと思って。あ、カレーを作ります。カレーを。はい、俺鉄鍋持ってるんですけども、はい、それとは違うんですね。はい、今日は圧力鍋でやってみようと思います。はい、突然こんな始まり方でよかったんですか？はい、いつもこんな感じで緩めに始まります。カレーか、どうしようかな。くまさんも一緒に切っていきますか？はいはい、何をどうすればいいですか？これ邪魔だ。あ、ニンニクと生姜をすりおろす。ニンニクと生姜、ニンニクと生姜をすりおろす。すりおろす。はい。すりおろす。すり器だな。はい。すり器ありますか？ありますよ。これ、これでいいかな？おう。ニンニクが、ニンニク大さじ1。大さじ1ってどれくらい？大さじ1。ニンニク。ニンニク大さじ1。大さじ1ってこれぐらいじゃん。それぐらい？じゃあそれ、その分をすりおろすのと。これ、じゃあこれすりおろします。人参 80g ってどれくらい？こんなもん？少ないかな？これ少ないですか ？80。いや、いいんじゃないですか？いいか。ピーラーありますか？ピーラーはありますか？え、なんて言ったの？ピーラー。あの、測るやつ？ピーラー、皮むくやつ。あー、皮むくやつか。これしかないぞ。あー、それだと。これじゃダメ？どうなるんだ？これ皮むくんか？はい、皮むきます。むくよ、じゃあ。あら。もうすごい切れやすくなった。だろ？もうすごい力入れてきてた最近。切れなくなったなと思って。人参と。すごいな、これ。じゃがいもが、あ、じゃがいももそうか、ピーラーないから。カエデさん、ご飯はまだ炊かなくていいんですか？ご飯はどれぐらいですか、炊くと。15分。あ、じゃあ本当直前でいいです。直前でいいですか？鍋に入れてから1時間ぐらいかかります。ああ、カレーが。なるほど、これいいよね。ケーキ漬けじゃ。気づきじゃ。すっごい大きいじゃがいも。そんなやがな。じゃがいも、人参、セロリ、セロリ。最近あった出来事。最近あった出来事。ですね、帯状疱疹からの話をすると、帯状疱疹になってですよ。風邪をひいてですね、風邪で喉がおかしかったからちょっと喋りづらかったんですけど、それで正月に寝てました。そしたらなんかね、おしっこがなんかおかしいなと思って病院行ったら尿道炎になったの。そうなんだ。うん、でそうこうしてるうちにですよ、膝がおかしいなと思って、お医者さん行ったら膝関節症だって言うんで、ちょっと痛みがすごかった。これがこの4つが突然今年になってきてるわけですわ、ドバッと、ね、あれ3月までが厄年。3月までが厄って言ってたね。俺自分では厄だと思ってなかったから、まあ普段通りにやったんですけども、多分それはね、膝の場合、まあまああと体の悪いところが出てくるのはこれ仕方ないと思うのね。
ある程度仕方ないなと思うんですけれども、膝の場合はちょっと運動のやりすぎだったかなと思いました。あ、頑張りすぎた。うん、あのテニスがやっぱり過激じゃん、動きがね、うん、試合やってるからね。確かに人間基本的だからね、突然やるのはダメだけど、しょっちゅうやってなきゃダメだってことだよね。うん、やっぱ動いてない、しょっちゅう普段から動いてれば、多分内臓なんかもいいんですよ。動いてた方が。うん、突然やっちゃダメ、なんでもかんでも。だから、ちょっとほどほどにこう体鍛えながら、徐々に鍛えながら、体戻していこうと思ってました。すごいセロリの匂いする。いや、セロリですからな。セロリ好きですか？セロリ大好き。お、ならよかった。一時なんかダイエットするって言ってセロリとリンゴと人参をミキサーにかけたやつばっかり飲んで、うん、痩せようとしたことがあったんですけど。痩せようとしたってことは痩せなかったってこと？1キロぐらいしか落ちなかった。おー、なるほど。それを朝ごはんに置き換えるみたいなダイエットやって、美味しくないし痩せなかった。意外と俺もお腹がへこましたいんで、うん、腹8分目だな俺が一番いいのは。だけど食べ過ぎると、ね、また食べ過ぎはダメだね。時間が経った時にお腹が空いちゃうからよくない。でもさ、空腹感がある方がいいね。うん、そうそう、空腹感があった方がさ、なんか体のためにいいような気がする。鶏の肉を一口大に切ってください。鶏もも肉を、ちょっとボケてみましたけど、こっちですね。皮外しますよ。どうぞ。皮がこれね。この皮はでも塩をまぶしてさ、焼くとうめんだこれな。うん、よし。鶏もも肉、キャベツ、オクラはヘタを取る。このぐらいかな。よし、準備はできました。焼きたけど焼いていいの？勝手にそんなことしていいですか？焼いてる。あ、鳥？うん。どうぞ。あ、フライパンにバターを熱し、A を入れ、香りが立つまで炒める。フライパンがいります。フライパンいる？昨日シチュー持ってっちゃったからねえな。あ、熱し。A を入れ、菜箸あります。菜箸、はい。次の手紙は玉ねぎと鶏もも。おお、そうだ、ここ気をつけなきゃいけない。ここですよ、僕よくでね、冷蔵庫開けるとき俺これは下開けようと思うじゃん。これ開けてるのはよくこうするんですよ。ああ、以上。香りが立つまで炒める。あ、いい匂いしてますよ。大丈夫ですか？はい、ここに鶏と玉ねぎ。鶏と玉ねぎ、よし。はい、全部やっちゃったからな、結構ある。うん、でも400だからいい感じかも。鍋に B を入れといてもらっていいですか？そしたらな、B B B 鍋に、そこに野菜が B の野菜を鍋に。美味しそうだ。うん、鶏肉と玉ねぎのバター炒め。これ鉄鍋ですか？いえ、これは何鍋ですか？あの、なんていうの、テフロン加工をしてあったんだけど、あ、俺が使い方が悪くて、うん、あ、鉄鍋に近いですね。鉄鍋の方が良かった？うん、
鉄鍋ある。鉄鍋に興味があるっていうだけ。こんなもんですかね、鍋入れるんだったら。あ、そんなもんでいいと思いますけど。いいですよね。はい、いい感じだと思います。うん、玉だけ、はい。炊飯器みたいですよね、中も、中身が。お買いのもの使ったことないでな。うん、こぼしそう。よいしょ。うわ、ギリギリ。マックスギリギリです。あ、ちょうどいい。あ、正しかった。じゃあこれで、これで、はい、説明書を読みますよ。はい、私はその隙にこれを。これじゃないや。どこだ。あれ？蓋をして密閉に合わせて無水調理15分。蓋をして閉まった。密閉にしてこれでしばらく待ちます。あー、すごい。これ2号新米コシヒカリ。おお。あと今2分になってて、出力が上がってからさっき15分に設定したのが2分まで来てるので、あと2分設定した時間調理して、でこの時間が終わってから蒸らしの時間になるんですけど、そしたらここの今出っ張ってるこのピンの部分が下がるまで、これがこう完全に下に下がるまでの間蒸らす時間になるので、それが10分から40分の予定になってます。でその後にナスとかキャベツとかを追加して蓋開けて煮込んで終わりです。もうちょっとかかります。